GTC, AF コルセは、イタリアのレーシングチーム。ピアチェンツァに、本拠地を置く。フェラーリのセミワークスチームであり、GT 選手権に主に参戦している。1995年に、元レーシングドライバーのアマード・フェラーリによって、設立された。その後イタリアスーパーツーリズム選手権に1999年まで参戦した。 その後も、マセラティの GT マシンで、イタリア GT 選手権や FIA 世界、耐久選手権に参戦試行成績を挙げた。フェラーリ458イタリア GT に2002年からは、フェラーリの GT マシンを中心に走らせ、各地で開催されている GT 選手権における、フェラーリのセミワークスチーム的存在になる。 なおフェラーリの GT レースやワンメイクレースの専門部署のコルセクリエンティ部門や歴代のワークスマシンの製作を手掛けるミケロットとの関係も深く、両者からメカニックの派遣やテクニカル面などのサポートも受けている。また GTE、アムクラスのフェラーリユーザーのサポートも行っており、事実上フェラーリの GT 部門の実行部隊として存在している。2020年現在は、 FIA 世界耐久選手権に、フェラーリのワークスチームとして、ジャンカルロフィジュケラや、オリビエ・ベレッタなどの元フォーミュラ1ドライバーを中心に、フェラーリ 488GT3 で、ルマン24時間レースなどに参戦するほか、GT オープン選手権、GT1 ワールドチャンピオンシップ、GT アジア選手権、イタリア GT 選手権など、世界各国で11の選手権に、 フェラーリのマシンで参戦する。フェラーリチャレンジフェラーリチャレンジ現在は、フェラーリのコルセクリエンティ部門が主催する、フェラーリ488チャレンジによるワンメイクレースである、フェラーリチャレンジのヨーロッパとアジアパシフィック、北、アメリカ、イギリスの各選手権におけるマシンメインテナンスやロジスティックスを担当するなど、幅広い活動を行っている。 マセラティ1999年から2005年にかけては、マセラティが主催が主催するワンメイクレースであるトロフェオカップのメインテナンスや運搬などを担当した。株式会社白店が石川史史選手の本格的レース参戦をサポート news2.net 2015年9月16日、小林カムイ AF コルセでのデビュー戦でクラス2位。 第 1>, 1ゲート2013年4月15日。ありがとうございます。